どうもこんにちは、まあ、チャット GPT ですか何ですか忘れましたね。なんか言いにくいですね。チャットなんとか。あれからね、いろいろと思うことがあって、やっぱこう質問力ってすごく大事で、どのように問い合わせるかによって、まあ、あの回答ってのね、少しずつ変わってくるんですよね。まあ当たり前ですけどね、何をやったら稼げますかとかね、ざっくり聞いてくるのか、自分の前提条件を整えて、これは稼げますかっていうふうに具体的に聞いてくるのかね、それによってもだいぶ違いますし、月収100万稼ぐのには何をすればいいんでしょうかっていうふうに問い合わせるのと、3年で何かね、ビジネスを見つけて月収100万にしたいんですけどみたいなね、なんかこう 5W1H とかっていうんですけどもね、正確な答えを引き出そうと思ったら、人に対してもマシンに対しても、まあこういった具体的な聞き方が必要なんだろうなと思います。まあある程度人間に聞くとね、人間は目の前の人の生活様式を想像して、いくらかね補填して考えてくれるところがありますけども、機械ってのは得られてない情報とか得すぎた情報ってのを修正するってことは、おそらく人間以上にはまだないんじゃないかなと思いますよね。さあ、それでね、ちょっと違うかもしれませんけども、結婚相談所の話を聞いたことを思い出しました。そこは40代50代向けの結婚相談所なんですけども、男性も女性も同じような年代の方が集まってるんですよね。で、申し込みあったんだけども、断った方、決まらなかった方を中心に、アンケートシートに答えていただいた、まあ、それをまとめたものがあって、まあ、40代とか50代の男性のアンケートシートなんですけども、まあ、お申し込みあったけど断りましたっていうの中には、なんか思ったような人とは違う人が参加されてましたと。やっぱりもうちょっとお若い方がよろしいかと思いますとかね、まあ、ぶっちゃけおばさんばっかりだったと。おばさんにしても小切れにしてる40代50代ならいいんだけども、単なるおばさんだったっていう、そんなことが書いてあったんで、断ったらしいですね。で、今度女性のアンケートシートを書いても同じことが書いてあるんですよ。なんかおじさんばかりでしたと。イケてるおじさんならいいんだけども、くたびれてなんかほとんどおじいちゃんみたいだったとかね、まあ、そんな感じでね、あの自分が飛び込むところがどんなところなのかによって、まあそれなりの答えが導き出せるのかなと。意外な答えってのはないんですよね。だから AI に上手に稼げる方法、これで人生突破だ、お金の問題解決だみたいなことを問い合わせても、結局人間が答えたことと同じようなことしか返ってこないということなんですよね。つまりそれが真実なんですよ、ね、そういう答えじゃなくて、もっとワンツースリーでポンポンポンって夢のようにひっくり返るように稼げる方法があるでしょう、ね、うん、まああると信じて罠にはまる人ぐらいしかいないのかなってところですよね。損得なくシンプルに答えてもらおうと思うと、あなたが月収100万の人になるしかないってことなんですよね。どっかに月収100万の世界があるわけじゃなくて、あなたが月収100万になるしかない。そうなんですよ。じゃあ100万円の商品を1人に売る力か、100人の人に1万円のものを売る力か、まさにそこが問題なんですよね。はい、じゃあいってらっしゃい。